最後、はい、外から加藤俊和、はい、いいですね。外があるとすごくあのオフェンスのところ楽になります。コートからアウトサイドのボールブームがあります。打ち切った。なかなか難しいショットです。遠めのシュートが決めてきた。加藤、加藤ここで決めた。ここですね。本当にいいですよね。特にウィリアム選手ね、ああいった形でそのチームを生かすっていうのが非常にうまいですからね。サイモンのダンクだ。いいダンクですね。のダンク。なので京都としては今連続ピックアンドロールを使ってこう外寄りのプレーをしてますよね。そうですよね、はい、なのでこのスピードの岡田選手 の、 このある程度コテ打開することってもちょっと欲しいですよね。パーパー、まあ、ここも京都オフェンスリバウンドからセカンドチャンス、はい、小西に田渡り、ここどうするか。小西が反対側中にもう一度侵入してきて、このショットツーポイント沈めてきました。加藤今グマ、そういった意味では久保田の素晴らしい守備が光りました。加藤のツーポイントシュート、今日5得点目です。ここは時間を使いながら攻めます。ラモス、小野龍もちょっとミスになった。加藤俊和が来た。加藤俊和が走る。加藤俊和、これを決めて同点。ギリギリで耐えて耐えて徐々にこっちのプレスプレー